はい、バナナチャンネルアニマルコージです。今日は7月17日行われる K1 福岡大会のクルーザー級の KG 選手と相高選手の試合の予想をしていきたいと思います。まあK1 福岡大会、まあメインが朝日田選手とゴンナーパー選手のタイトルマッチなんですけど、その後ろセミファイナルがですね、このクルーザー級の KG 選手と相高選手の試合になります。まあ相高選手とは、先日3月28日に日本武道館で僕も試合させてもらったんですけども、まあ KG 選手も相高選手もすごいこう武器を持ってて、でまあ相高選手はやっぱりあのフックですね、フックというかあのロシアンフック、あの本当に体全体を使った、まあ、オーバーハンド気味の、まあ、フックがすごい武器で、試合の展開が仮に1ラウンド2ラウンド取られてても一発逆転がある選手ですね。で、KG 選手はクルーザー級の中ですごいこう、なんていうんですかね、まあ、本当にキックボクシング熟知してるのが僕の印象で、特にボディ、上下に顔面と、まあ人間が3つに、あの3つ、だいたい頭、上半身、お腹、足だとしたら、まあ全部をこう、しっかりバランスよく上下に散らして、できるのがすごい僕は強みで、あとやっぱりあの魂、あの気持ちが強いですね。なんでこの2人が今回ぶつかるんですけども、予想、まあ僕も同じ階級であれなんですけど、予想は正直非常に難しいですね。重量級の何ですか、一発で流れが変わるっていう動きがまあ見どころでもあるんですけど、だからこそ展開は読みづらい。例えば最初シナ選手と、まあ今チャンピオンのあのシナ選手と、まあケイジ選手が試合した時も、最初の福岡大会の時は多分誰も KG 選手が勝つっていうのは思ってなかったと思うんですよね。だけど、その、やっぱりやってみて、なって、で、逆に、この間、その、リマッチで、3月28日に、またタイトルマッチをした時も、2回 KG 選手、シナ選手からダウン取ったんですね。あの時はみんな多分KG 選手は勝つと思ったんですけど、あのバックハンド一撃でもうね、 KO 負けっていう結果になってしまって、だって普通に考えてみて、例えば相高選手って品上谷に1回ね、品選手に勝っててベルトは持ってないけど、まあ、ベルトを取れる力は十二分にあって、で KG 選手とね品選手も1回目は KG 選手が KO して、2回目は KO、 まあ一応ね、形的には KO 勝ちになって、本当にまあじゃんけんじゃないけど、その日に何を出すのか、何が先に当たるのかっていうところがすごいこう、僕自身もこの試合はすごいこう、同じ階級だけど客観的に見て楽しみだなって思ってますね。そうだね、まあそろそろまあ予想というかあれになると、まあ若干僕のこの客観的なね、個人的な、まああのあくまで主観で、で相高選手はこの間の僕の試合だとちょっと蹴りを使ってないっていうことを多分みんなから指摘されて、多分彼はできないわけじゃなくて、やっぱり逆にパンチで、僕が多分パンチで倒せると思ったからパンチに徹底したのもあると思うんで、だからこれ蹴りを次きめ細やかに入れてくるってなると話はだいぶ変わってくるのかなと思うんですけど、今のところ僕の予想だと KG 選手の方が勝つのかなと思います。まあ、どちらにしても言えることは、ダウンなしで終わる試合ではないのかなと。どちらかが絶対にダウン、極端な場合だと取り合いになるのかなと思いますね。で、なんか流れ的には、相高選手、が逆にダウンを、まあ、KG 選手が最初にダウン取って、相高選手が後でダウン取ったパターンだったら、相高選手が多分、その勢いで、そのラウンドでまとめれるかなって思うけど、もしそこで、先のパターンだと、KG 選手結構粘り、まあそのダメージがどんぐらいかっていうところによるんですけどね、結局。まあ KG 選手の方に軍配が上がるのかなという。まあダウンを取るタイミングっていうのも非常に、まあもちろんそのダウンがクリティカルヒットのパターンもお互いに可能性としてはかなりあるんで、ただまあ僕が主にまあダウンを取り合う試合になったとしたらですね、なんだかんだ KO に行くと見せかけて僕は判定に行くと思いますね。ダウンの取り合いので KG 選手が勝つのかなっていう。
相澤選手が勝つんだったら、ダウン、まあ、2個以上の判定が KO かなって思いますね。ただ僕が今思う、まあ僕の個人的主観だと、ケージ選手が勝つのかなと。それは僕としては、ね、この間やったんで、ちょっと相澤選手に勝ってほしいのはかなりあるんで、まああるんですけど、まあそれはもう本当に個人的な、僕が KO を楽しむ、まあ僕はね、アニマルコージという人間ではなくて、アニマルコージである前に俺はコージだから、俺は一、コージ君として KO を僕も試合見に行こうと思ってるんで、コージ君として見に行った時は、まあ頑張れ頑張れみたいな、まあ客観的にリラックスして楽しみたいなって僕も思ってますね。まあ楽しむ反面、まあ分析も兼ねて、特に、KG 選手の上下の振りはすごい、で、ボディが強烈なんですよ。すごく。ボディ打たれると一気にバテるから、被弾覚悟で入ってきてるんでね。そこがやっぱり、まあ、それは相高選手もそうなんですけども、パンチは、まあね、本当に被弾してでも、なんなら、こう、決死の覚悟ですよね。相高選手、体力も実はその、ないって、この間試合言われてたけど、でも実際ないわけじゃないと思うんですよね。全然ないことないと思うし。だってあんだけフルスイングで振ってたら僕なんか1分持たないと思うんですよ、普通に。相当これに対してはすごいこの、やっぱり手の感触がすごいこう、残ってる。まあそういう当て感がすごいいいと思うんでね。意外と早いし、あれ。あれが当たると、どんな、さっき僕、ケイジ選手が勝つと思うって言ったけど、あれが当たるとね、一気に話は変わってくるし、もう見てて俺も予想変えたい。その場で YouTube ライブしたい。もう、って思ったんですけど、みたいな感じで。これは相高選手ですね、みたいな。一応ね、この間までの3月、まあ、時点までの、ね、この、あれしか僕分かんないんでね、お互いに試合見たら3月、最終のが3月だったんで、この3ヶ月間でどんだけ、こう、伸びが、絶対伸びがあるんで、その分はちょっとね、予想が、そこの部分も予想しないといけないんですけど、まあ、そうですね。やっぱり、ボディの使い分けを、やっぱり僕はすごいこう、ちょっと重視して、まあ、ポイントとしては高いですね、そこが。使い分け。僕もそうだけど、僕はクルーザー級とか、まあ、ヘビー級とか、重たい階級を一番後ろにね、持っていけるように、昔の K1 みたいな感じで、やれたらなっていう気持ちもあって、僕ももちろんね、次の試合、まだ決まってないけど、まあ、決まったらあれだけども、一番、ド派手な試合をしてほしいなって思いますね。そうすれば、ね、重量級また盛り上がるし、うん、まあ、結局ね、僕もなんかやっぱ自分でこう、過激なキャラクター気味なのかもしれないけど、でもやっぱり、試合でね、重量級は一番、だって、やっぱり、どこまで行っても、やっぱ見てくれ的には、やっぱ下の階級の方が、かっこいいじゃないですか。普通に。で、やっぱ重量、上に行けば行くほど、もう形が、やっぱり人自体、いびつな形してるじゃない。まず俺の場合なんか、耳とかめっちゃ潰れてるし、何あいつってまずなるし、なんかやっぱね、見てくれ的にはやっぱ絶対軽量級の方が、こう、あれだと思うんで、僕らがやっぱりバズらせるポイントとしては、もう試合で、やばい音とか、多分肉を叩く音とか、まあ、そういえばなんか言ってたな、肉を切って、ん骨を切って、え肉を立って骨を切るだったっけなんか、相澤選手が、歌唱会見見たら、うん。いや、まあね、本当に、もう二人とも、僕は、7月は、応援してます。応援してるというか、まあ、本当にいい試合をね、出ていただければと。そして僕が9月にシナとやれたら、非常に素晴らしいかなって思うけど、まあ、別に、そうですね。まあ、9月か、誰になるか次分かんないんですけど、まあ、僕自身も、まあ、しっかり見てるんで、まあ、見られてるっていう意識があると、またね、一応、まあ、向こうがライバルって思ってるかどうか分かんないけど、いいと思います。プレッシャー的には。俺はどんどんプレッシャーかけてるから、見てるよーっつって。はい。じゃあ、この勝利者予想は、ケージ選手の、判定勝ちと思います。ただ、正直、わからない。だから1ラウンド見て本当は予想を変えたいぐらい、というか、30秒ぐらいで多分変わると思うんで、まあ今のところね、3月時点までの僕の分析だと、ケージ選手かなと思います。はい、まあ今日は真面目な感じの予想でしたけど、チャンネル登録よろしくお願いします。